おはようございます。今日ね、第2弾で、入ってきました。でかい、今もう下ろしちゃったんでね、いつも下ろしないところを見せてるんで、この色なんですよ。すさまじい色でしょ。これが時鮭、です。まあ、市場通り名が青梅、大きい、大目と書いて、青梅っていう。まあ、これ白鮭なんですけど、まあ、鮭漁っていうのは秋と春なんですよ。で、春はこの身を食べる。本当に太ったステーキとかね。これパチッと冷凍して、このハラスの方なんか刺身だとか、握りだとか。で、単純に甘塩鮭にしてもいいし、いろんな使い方ありますよね。で、今年は6月っていうのは、まあ、最盛期にはもう、ちょっと、落ちちゃったんだけど、まあ、ロシアのせいですね。結局、サケマス漁の解禁になったところで、北方四島系にはもうね、軍艦がいるんで行けないんですよ。まあ、下手すれば、ね、日本制裁、ロシアに対して、ね、制裁してるんで、打砲される恐れもあるんで、一応漁師さんたちは行ってません。これが事実です。で、今入ってきてるのは、小さい時鮭とかは北海道にこう来てますが、小さいんですよ。まあ、釣りだと味いいですね。当然。ただやっぱり、うちで塩で冷凍する鮭は今のところ、うちで4本冷凍してるんですけども、だいたい、1.2 キロ、2キロぐらいかな。そういうやつしか、値段的には、塩鮭としてお惣菜としてね、売れないんですよ。まあ、これが実情で、紅鮭に関しては、本当の国産はもう今年2万5000円超えてきましたね。だから、1本でそんなにでかくないのにね。これが今の本当の純国産にこだわった場合の値段です。だから、カナダ産の紅とか、本当に味のいいもの出てますんで、そういうやつにちょっとね、一時逃げておいた方がいいかもしれないですね。まあ、何せ、べらぼうですから、今。まあ、この状態が当分続くと思うんで、そう、この鮭の大きさね、これ、6.6 キロなんですよ。だから、この前 5.4 だったんだけど、6.6、もう世界がちょっと違うんですよね。もうこれ、今からこっちずーっと綺麗にやっていくんですけど、ちょっとね、楽しみに、どうしようか、どう風に、仕込んでいこうかと、まあ、想像しながら今から切っていきます。でかいですよこれ。だから一つ二つでしょ。これ75で、まあ軽くメーター超えですよね。メーター超えです。これメーター超え、メーター超えです。重い、最高です。じゃあね、あんまりいじるとね、あれなんで、早速、これをさばいて。上身今これこう来た、こう来てたんで、こっちが上身なんですよ。まあ、下身はちょっとね、もう冷凍かけちゃったんで、パッと入れちゃうんで、こっちの方を今から、綺麗にやっていきます。それではまた明日。以上です。